テミーを貼る作業終わりました。ここまだモールディングをしようと思ってたので下書きがされたままです。するときにちょっと多分はみ出すと思うので、あらかじめこうやってきっちり切ることなくこのようにはみ出したまま貼って、ペインティングし終わった後にこういう処理をしていこうと思っています。こっちもこういうとこですね、こうやってもうはみ出したまま置いてます。最後ハテミが足りなくて、実は2枚、これ継ぎはぎです。これも実験的にペイントをした後、この見えますかね、この継ぎ目が消えるかどうか実験的に試してみたいと。今からやっとペインティングなんですけれども、このように、キッチンのドアを外して作業をします。養生のためのマスキングテープもしました。では早速塗っていきます。今回キッチンに選んだペンキはこのイマジンウォールペイントの56番霧のかかった空気です。いつも通りこの100均のなんだろう、収納ボックスの蓋とホームセンターで買ったハケで塗っていきます。ハテミが真っ白だったんで真っ白でもいいかなと思ったんですけど、ちょっと真っ白だと汚れも目立ちそうなので、結局ちょっとベージュっていうかグレーが入ったような白である霧のかかった空気を選びました。ハテミに貼るとこんな感じです。乾くとちょっとまた色が変わるので、またそれも楽しみにしたいと思います。グレーっていうよりやっぱりベージュが入ったような白ですね。もう一個候補だったのが気だるい午後っていう白だったんですけど、それは結構グレーに近くて、なんだろう、無印良品のホワイトみたいな感じだったんです。でそれもいいなってちょっと思ったんですけど、もしかしたらちょっと濃すぎるのかなと思って、こっちの霧のかかった空気にしました。
が終わりました。そのまま塗ります。こっち側もクリアコート塗っていきます。こっちは特に調理しながらとかも触るのでありがとうございました。